春墨の吉縄は、平安時代初期から前期にかけての苦行、学者。市政は稲部作りの地、春墨の宿根、ね、春墨の阿ン。字は、明たち。数王国大目、稲部富夫の長男。官位は、十三位、三義。稲部氏は、物の氏の所流にあたるが、祖父、稲部在マロは、伊勢国稲部軍少量、父、富夫は、十八位下、津王大,大目という、 白鳥ではないものの、官人としては最も低い階層の執事であった。禅縄は,は幼い頃から聡明であり、その才能に気づいた祖父は禅縄を大切に育て、教育のために家の財産を惜しまずに継ぎ込んだという。公認7年に大学寮に入って文章生となる。当時、文章科を学ぶ。 文章生は、下級役人や、白鳥の指定が入学を許された数少ない、学科であった。ところが文章科で専攻していた、生死、監視に対する貴族階層の関心の功用を、背景に、公認11年従来の方針を一転して、文章生は、両家指定のみに限定する規定が定められ、従来の白鳥、雑人出身の文章生は対策を受ける権利を、 事実上剥奪されることとなった。だが、春澄野はそれにめげることなく、学業に勤そしみ、熱心に学問を収める様子は、当時の学問を好む、誰もが遠く及ばないものであった。天朝年間初頭に、文章を博せ、戸原からの本走により、純な天皇の直視によって褒美を受けて、旧大、 文章特行政の代わりに設置され本来は両家の指定しか採用されないことになっていた春氏に劣勢られた。天長4年日立正明に任せられて関東に着く。天長5年に文章家の旧姓への復帰に伴って、春氏から文章特行政に転じるとともに、兄弟姉妹5人とともに稲部作り生から春住のスクヌ生に改正している。天長7年に対策に、 平代で九代。この年は、純奈天皇の意向により、禅奈和のために、内記の人員に決員を生じさせており、対策の九代を待って、禅奈和は小内記に任命される。大内記を経て、天朝九年には、内ちくらいの十五一下に乗尺。翌天朝十年に、人名天皇が即位すると、皇太子、常貞親王の東宮学士に任じられる。なお、常貞親王は、 事故の不安定な政治的立場を幼くして、自覚しており、上和5年に、禅縄は新王に代わって、皇太子自体の書である、自譲るの表を執筆している。上和9年正月に、15以上に少女される。同年7月に、佐賀上皇の崩御をきっかけに、上和の変が発生し、常貞新王が皇太子を廃され、東宮学士であった禅縄もこれに連座して、 巣をゴンモリに左遷される。しかし、早くも、翌場は十年には罪を許され、文章博士に任じられて、平安家に呼び戻された。その後、皮肉にも、上和の変の黒幕ともされる、人名天皇と大納言、藤原義房の信任を受けるようになる。天皇や義房に関連して、前川は、文章博士として、以下活動を行っている。また、 文章博士として、大学寮で五感書を講読したが、よどみなく、流れるように解釈し、初学生による疑問を、ことごとく解決したという。上は十五年生五位下に助せられる。下章三年、文徳天皇即位と同時に十四位下に助せられる。文徳朝では当初3位となるが、任1二年、田島守に任ぜられて、以降、小阪部大輔右京大部を歴任し、 文徳長末の天安2年には14以上に除される。またこの間、忍受3年にはスクネ生から阿尊生を授けられた。文徳朝では以下の自責を残している。上岸2年参議に任じられ、苦行に列す。上岸3年式部大輔を兼ね、上岸4年生4位下に除せられる。また、文徳町より取り組んでいた国史編纂作業は、 友の義雄の大天門の変による失脚などがあって、最終的に、義草と二人のみとなって、上岸十一年に、俗日本語機として完成させた。上岸十二年病気により、重体となる。同年二月七日にはこれまでの功労に報いるために、旧居住三味に除せられ、大乗大臣、藤原義草から、見舞いとして朝服が届けられた。同月十九日に皇居。 去年74。最終官位は、参議十参位行司部、大輔県佐抜き神。不総略記には、在庁の通じと評されたが、儒教や歴史のみならず、収益、労使、創始の三元の学に通じて、恩苗道に対する造形が深かった。記伝道においては、菅原清忠、ゼ前ンフ氏が、相次いで文章博士を務めて、私に、 文章生と指定関係を結び、これに反発する宮古義香、コッセブンユーラとの間で一種の学抜争いが生じていた。しかしながら、善縄は天端な人柄で文章博士の任にあった際に文章生が指定を訪れても、これを謝絶して学抜争いに関わることを避けたという。物事に注意が行き届いて慎重であり、飾り気がなかった。また、 自らの優れている点を持って他人を侮るようなことはなかった。陰陽道を信じて物意味に関わり、物の毛があるごとに門を閉ざし最近して人を通らせないようにしたが、その頻度は月に十回ほどにも及んだ。ただし、行為に登った後は、と聞きのことはやや簡略にしたという。年老いても聡明さは増し、文章はますます美しくなった。 親戚を除いては自邸に客人が訪れることも稀で、主演が開かれることもなく家はのどかな様子であったという。中気のないものは、六国氏による。娘の春澄の広子は、正子、天治を務め、父と同じ十三位に上った。しかし、男子二人は五位に終わり、春澄の氏は、ほどなく、歴史から姿を消す。しかし、稲部を本願地とした稲部氏として、 鎌倉時代に軍事となった稲部家綱、同稲部行行の名が、東鏡に見え、稲部神社社殿では彼らを、全側の末としている。ありがとうございます。